うん、悪くないですね。よし、行こうか。なんかもっとかっこいい、なんかドレス姿とかもあるんですかね。あ、裸足になってるな。スポーツウェアとは一体。でも僕はグラップルが良かった。すごいな。天蓋が、あ、天蓋？これも天蓋っていうのかな？貴族特有の。え、でもなんでメデューサのことをさ、日記で話してくれたんだろう、ララさんは。特に何もない部屋だわ。廊下って部屋？まあ、それについては、まあでも部屋っちゃ部屋か、人住めそうだもんな。特に言うことはないかな。まあいつもね、ご視聴本当にありがとうございます。これだけはね、このありがとう、あ、嫌な、ここは嫌な匂いがする。それだけはね、紛れもなく、アールのね、本心、語ってますので、ね、いつもありがとうございます。なかなかね、いつも大変でしょう。進まない時もあるし、まあ、カットする時はするんだけどね。ここは大丈夫そうだな。まあ、鍵があったらもう俺はやめるけど。何か足りないわ。まあ、閉じ込められてないだけ楽だな。違うわ。彫刻見つからねえんだけど、彫刻が。もう絵本は読まないぜ。絵本っていうか、絵はないしね。うん、なるべくまあ更新はしていきたいと。うん、だから早く生活に慣れたいね、新しい生活に。ん？ここもか。鍵付きのドアって嫌いだわ。グラップルが欲しいんだけどな、鍵を解除するにはどうすればいいんだ？まだどっか行ってない部屋があるんだろうな。R の特徴として、こうやってぐる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 回ってるくせに、一つだけ部屋を見逃したりすることがね、結構あるらしいんですよ。これ外に続く場所だよね。こっちは多分何にもな、あ、一応見とくか。何もないと思うけど。まあ、もしかしたらグラップルじゃなくて普通に銃を見つけるだけでよかったのかもしれないんだけどね。それについてもまだわかんないな。水がせき止められてるっていう話もあったよね。この辺で動かせんじゃないかね。中入れないの？いや、入れるよね。多分バッテリーかなんかが足りないんだろうな、ここに関しては。工具がないとバルブは回せないわ。ララさんのね、腕力だったらいけると思うけどね。ちょっと一回りしてみましょこれがきついんだよ。一回りしてみましょうのね、言葉が一番きついんですよ、個人的には。自由度マックスじゃないですか。あ、ここも気になるんだよね。この日時計は肝心なパーツが欠けてるわ。あ、これ日時計なんだ。弓矢かと思った。何が欠けてる？え、全部ある？じゃないの？ないとしたら今夜だから、太陽が欠けてるぐらいじゃない？ああ、ごめんね。日時計ってさ、動かないよね。影で時間を表すもんだから。特に歯車とかは必要ないと思うんだけど。あれ？俺が言ってんのは花時計のことかな？いや、日時計は多分影だよね。理科の実験でやった気がするよ。実験ってほどでもないけど。
まあ、トゥームね、アンダーワールドもやりたいんだけど、ね、トゥームばっかりやってると、あ、ここ開かないのか。まあ、R が、よいしょ。腹いっぱいになっちゃう可能性がね、あるんで。こっち行ってないか。いや、こっちはもう行ったよな。登ったもんね。おお、行くところがわからねえ。そこくぐってほしいんだけどな、個人的に。そしたらもうやっぱ銃を手に入れるしかないのかな。ここグラップルだもんね。グラップルも手に入らないし、いや、もしかしたら手に入る可能性もあるか。アニバーサリーじゃない、レジェンドの時にどこで手に入れたかなんだよね。それももう R の記憶が定かじゃないんだけど、こう裏に飛べるってことはこっちに行けんのか。あんま飛ぶつもりがないな。何分？ 32 分か。クリアできるほどのね、難易度だったらやったんだけどね。まあ、R も早くね、投稿したいし、あっ、いけない、あ、死ぬ。あと、ご丁寧にメディパックもちゃんとね、用意されてたんだね。今更だよ、きちんと聞いたのは。でもさ、お家にこういうのがあるといいよね。R もなんだっけ、このロッククライミング、フリークライミングみたいなやってみたい、興味はあるもんね。力はないけど興味はある。これでね、ララさんになれるんじゃないかってね、思っちゃうね。あー、でもやっぱグラップルか。基本的にグラップルを要求してくるね、このゲームは。このゲームっていうか、このステージは。登れなくなってるし。あれかな、アンチャーテッドもそういう、こういう感じなのかな。グラップルないもんね。おっと、これ死ぬと、あ、死ぬっていう選択肢もあるか。再スタートじゃなくて。死ねば、ね、チェックポイントから行けるから、最悪、閉じ込められなければ罪にはならないか。もし部屋に入った時点で、チェックポイント入っちゃうと終わるけど。あー、チェックポイント入ってるね。詰むね。場所によっては多分完全に詰むね、これ。まあ、まずはプレイステーションのまたアクションをやろうかなと思うんだよね。で、ここで鍵がかかると。紀元前6世紀、鍵はかかるけど、アベンティヌスとパラティヌスに挟まれた地でサーカス・マキシマスは生を受けた。でも彫刻もないんだよね。このゲーム難しいな。クロフトってが一番難しいわ。迷路の地図って言うけどさ、父さんが迷わなかったわけね。迷路に行くまでの地図がわからないんだけど、これ見えんのかな。これやっぱりさ、リアルの時間が関係してんのかな。あ、シークレットなくなってる。全部読んだわ。マジで？すっげえな。なんかリアルの時間が関係してて、迷路に入れるようになって、で、あそこに、その迷路のとこにグラップルがさて何を打とうかしら、あるとしたらもう終わるよね。それともここ行ける？お、行ける。
え、何それ。おお、そっち。ちょっと待って、あ、まあいいや。ここから降りられるのか。あー、グラップラーいらないと。じゃあグラップルどこって話になってくるけどね。破壊はできない。アイテムは空のバケツ。使えそうね。使えますか、空バケツなんて。何に使うの。ま、マリオの頭にかぶせてみる。で、謎の場所から出れると。ああ、なるほどね。シュコ、どこだここ。あ、じゃあ取っとくか。ああ、またコレクションが増えたわ。これ時代的には いつの鍵付きのドアって嫌いだわ。いつの話なのかな。もう旅は終わって戻ってきてる話になってんのか。実は結構何度か戻ってきたりしてるのかな、旅の途中で。それもありえるか。レジェンドだったらやってる。あれ、レジェンドだと一回戻ってくるもんね。日時計の針。あ、こ、あのものがどうしてこんなところに。俺も聞きてえよ。こっちは聞きてえよ。沈没した大客船マリアドリア号の眠る場所を世界中のトレジャーハンターが追い求めている。地下では何が起きても不思議はないが、洞窟で最も危険なのはメタンガスである。何しろ特殊な機器がないと検出できないのだ。メタンガスは何か吸ってると死んじゃうのかな。それとも一発吸ったら即死亡くらい危ないものなのかな。メタンガス研究家じゃないんでちょっとよく分かんないですけど。結局あれね、ドアが解除できないな。ガン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 ね、なんか破片が吹っ飛んでるから何かしかで解除できるとは思うんだけど。空のバケツ使ってみるか。これでいいわ。え？もしかして出れたのかな？あのパパさんの部屋も普通にボタンポチポチ押すだけで出れたのかな？まあ、もう39分やってるんで、どうしようかな。あ、ここがこうつながっていたのかな。これそれとも別の場所かな。まあ、入ればわかるか。あー、違うな。ここまた鍵がかかってるところじゃないか。違うわ。そうか。あ、ボタンが違うね。触れるボタンと触れないボタンとあるんだ。まあ多分動画は2つぐらいに分けてんのかな。そう、プレイステーションのアクションゲームはやりたいかな。あのね、やっぱリクエストすごいいっぱいいただいて、あ、またね、リクエストありがとうございます。あのね、いただくのはいいんですけど、こんなんなんでね、いつできるか本当に分かんないんだよね。そう、リクエストばっかり増えて、リクエストばっかり増えてってさ、肝心のね、R の体がね、R の体がね、5人くらいいればね、全部やるんだけどね、いっぺんに。違うわ。あ、なるほどね。空のバケツにお水汲んでこいと。そういうことね。ああ、だからお水がないから噴水も全部事前に出てないと。ああ。把握できねえだろ、これ。ちょっと難しすぎね。俺はもうようやく OK 把握した感じだからな。なんかね、前コメントもらった話だと、アンダーワールドはちょっとあれだぜっていうお話だけど、どうなんですかね。まあ人それぞれね、あの賛否両論ってありますからね。アークザラットだってそうだったしね。あれ、
ああ、ここもグラップル欲しいとこだ。ちょっと待って、外への出方が分かんなくなっちゃったんだけど。あ、でもちょっと待てよ。日時計、あ、日時計のシステムであそこの門が開くとか、そういうのもありそうだな。日時計いじくりますと、でも日時計いじくり回せちゃいけないと思うんだけどね。あ、でも待て、よくよく考えると日時計いじくり回すにもグラップルが必要なんじゃないかな。まあ何でもやってみるか。男は度胸。まあでもそのシリーズね、トゥームレイダーアニバーサリーが終わるくらいまでは、なんとか普通にね、普通のペースで投稿できてよかったなとはね、すごい思ってんだけど、ちょっとやってみてくれ。針だ、針。破片の出るオブジェ、あ、やっぱ回せるんだ。これだけじゃダメ？ 11 時から7時まで乗れるわけじゃないんだ。なんかね、ブルブルしてるんですよ。どこだ？動かない。あ、違うな、これ。2を一回外そう。あれ、ちょっと待って、これリセットできないの、もしかして。そんなことないよね。あ、できない？あ、できた、できた。時間は立ち止まらないってことだ。え、これは何だったの、これ。11、2で、これが6。11時から7時まで。どういう意味合いだったんだ？日時計なのに矢印が出てないんだけど。矢印っていうか。あ、7時。ああ、これでいいのか。まあいいや、迷路入ろう。で、地図は読めないんですけどね。どこに何があるんですか？右から行って、ああ、これは、ちょっとわかんねえな。カメラアングルやめろ。なんだ、ボウガンか？それともグラップルか？中央ですか？ちょっと時間なので、もうぼちぼちやめようかなと思うんだけど。ああ、これ。ドラゴンナイツグロリアス思い出すな。実際こういう迷路ってあるのかな？あるよね。入ったことは多分ないけど、ある自身。楽しそうではあるよね。ただ入ったら最後、下手すりゃ戻れなくなる。キングズフィールド感もあるな、この感じ。キングズフィールドの迷路は、幾分簡単だったけど。まあ、地図もあったしね。
顔はあるけど鍵はない。登れると思うんだけどな、奈良さん登ってくんねえかな。ちょっと一回りしてみましょう。一回りのねレベルの迷路じゃないんだけどね。さすがに現在地はわからないか。これはあれかな、やっぱレバーがどこかにあって、それをガチャガチャやると門がね、中央の門が開くとか、そんな感じなんだろうな。あとはなんか、うん？またゾウさん。でもゾウはインドにしかいないんじゃないの？あ、インドじゃないか、アフリカ？アフリカにもいるか。でもここイギリスだよね、多分ララクロフトの住みかって。イギリスにも象はいるのかな。いや、いないだろうな。まずいな、もう画面酔いをしてきてしまったので、ぼちぼちやめましょう。戻れる？せめて戻れる？あ、裏側？裏側に来てんだこれ。で、ここ右に曲がると出口だね。よし、それだけできれば十分だ。ちなみにあ、セーブもできるんだ。あ、クロフト邸のセーブはクロフト邸だけのセーブになるんだね。細かいね。ちょっと一回りしてみましょう。R の一回りはこれで終わりだ。なんつったってな、さっきあのマウスの電源が、ワイヤレスマウスの電池が切れちゃって、ね、マウスが動かなくなって、それによってパソコンまでフリーズしたからね。もうそれでね、もうやめようかと、本日実況やめようかと思ったからね、本当に。黒金の方向を取った後なんだけど。なので、とりあえず、アンダーワールドは、まあ、これから買っておきましょう。あ、買おうか。それともダウンロード。あ、な、PS3 のゲームってダウンロードできないか。あの、いずれなんだっけ、あれも使ってみたいなと思うんだけどね。あの、プレイステーションネットワーク。だから PS と PS2 のゲームは、まあ、今後、ダウンロードしてみようかなと思いますね。なんか、あれよね。今日ちょっとその職場の人に聞いたら、パソコンの中に一回データを入れるっていう。で、そこから PS3 経由で流す。俺機械音痴だから、あんまそういうの苦手なんだけどな。あ、ちょっと見た今これ。ちょいジャンができるよ。飛距離のちょいジャン。さらにブレーキングもかかると。あ、最終回にして初めて気づいた。すげえ。あ、で、待って。ゆっくり歩いてるとドッジロールもしないんだ。あ、へえ。初めて知った。うわ、ためになったね。でも打たないと。しゃがんで構えるのにもかかわらず打たない。アンダーワールドになったらさ、打ってくれるから、そこがちょっと楽しみだね。あ、ちなみにね、構えてしゃがむと打た、あの、構えない。しゃがんで構えると構えない。歩きながらしゃがむ。さっきどうやって構えたんだろう。謎の動きが始まったな。まあ、こういうね、
無駄な動きを探すのも、まあ、ある恒例ですが、アンダーワールドね、次回そのうちやると思うけどね、そういうのでもね、いろいろ動ければいいなと思います。じゃあ多分2パート分けてると思うけど、無駄なお時間を使ってしまったんじゃないですかね。寝る前に聞き流す程度で全然構わないパートだったと思いますので、本当にありがとうございました。まあ、またまた興味のあるゲームとか、あ、こいつなんかまた面白そうなのやってるなっていうのがまたありましたら、よろしくお願いいたします。まあ、トゥームレイダーだけね、好きだから見てるよっていう方もきっといると思うしね。ラスさん、アップでいいですか、なんか。これさ、最後にね、美貌を、美しい。やっぱ綺麗だよね。綺麗になったからさ、PS2 で。PS3 になったらもっと美しい。ララさんなんのかな、この鎖骨とかすごい綺麗に見えるんですかね。PS2 でも十分綺麗だと思うけどね。じゃあまた会うとき、はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。